続きまして本日の第10試合アルフリのエキシビションマッチを行わさせていただきます。はじめに青コーナーより水野直樹選手入場です。対します赤コーナーより鈴木昇選手入場です。なお会場のお客様にご案内ございます。この試合アルフリーでございますが、年齢差が15歳ございますので、エキシビション2ラウンドとさせていただきます。選手の安全管理のためエキシビション2ラウンドとさせていただきます。ただいまに本日の第10試合アルフリーエキシビションマッチを行います。青コーナー、今回の相手は現チャンピオン、バチバチに殴り熱い試合にしたいですのは山々なのですが、我々親父にはクリスマスにお正月と絶対に負けられない戦いが控えておりますので、怪我をしないように安全第一で頑張ります。レフリーの相川さん、あなたにかかっています。チーム Z 所属水野赤コーナー、さらに強くなれるように今後も頑張ります。ドヤジファイト戦績2勝1敗、ゴールデンボーイズ今年10月の終わり西宮大会にて R50 チーム地区のウェルター級チャンピオンに輝きました鈴木レフェリー相川博之、お疲れ様でしょうへ。ラウンド12、3、4で返すとしたらいいですか。はい、追い詰める。
マッチを戦いました水野選手、鈴木選手に大きな拍手をお願いします。ちなみに水野選手40歳、鈴木選手55歳という年齢差の審査でございました。